それでは休眠状態に移行させてもらう。お疲れだったな、バリマール。またよろしく頼む。承知した、ライザーよ。青の騎士との次なる開口に備えるがいい。ああ、分かっている。俺はもっと強くなれるはずだ。みんなやお前と一緒なら。期待しよう。眠りについたみたいね。灰の鬼神か。風の噂には聞いていたが、この目で見られる日が来るとはね。オリバルト殿下、殿下、危ないところを本当にありがとうございました。そしてみんなも改めて礼を言わせてほしい。ありがとう、助けに来てくれて。よかったリン。まったく無茶ばっかりしちゃって。でも本当によく無事でいてくれましたね。しかも皇女殿下まで助け出してくるとはな。ああ、厳しかったけど、でもおかげで大切なことをつかむこともできた。あの艦に招待されたことも大事な糧になったと思うリン。なんだか一皮むけたって感じだな。私も負けてはおれるな。リーンさん、皆さん、本当にありがとうございました。お兄様もご無事で何よりでした。まさかこの赤き翼で駆けつけてくださるなんて。なかなかいいタイミングだったろ。個人的には赤いバラでも散らしながら登場したかったのだがね。事前にエマ君と入念に準備しておくべきだったかな。かっこいい。さすがにそれは悪ふざけが過ぎるでしょ。相変わらずだね。とりあえずは一段落と言ってもよいだろう。ここまでの経緯も含めて改めて情報交換をしたいところだ。その前に彼らリンク。トア会長、ジョルジュ先輩も離脱するときに声が聞こえていましたが、お二人も乗っていたんですね。久しぶりだね。会長、よかった、リーン君が無事で。せっかく生きているって分かったのに貴族連合の船に連れ去られちゃったなんて。ずっと心配してたんだよ。すみません、会長、心配をおかけしました。でも会長たちも無事でいてくれてよかったです。学院の正門で別れてからずっと気がかりでしたが、なんとか俺も約束を守ることができました。あ、そうだね。死なないって約束してくれたもんね。そんな約束をリン君が破るわけないよね。信じた甲斐があったみたいだね。元気そうでよかった、リン君。あの戦いを生き延びてくれていたなんて今でも信じられないくらいだ。ジョルジュ先輩も。でもどうして二人までこのカレイジャスに。ああ、それも含めて改めて情報交換をしよう。上のフロアに会議室がある。そちらに移動するとしようか。
このカレージャスが今回の遊撃活動を開始したのは、テートが占領される直前のことでね。貴族連合の動きを察知し、最低限の人員だけを集めてから、なんとか子爵閣下と合流し、そのままトリスタ、青の鬼神と戦う君たちの元へ駆けつけたわけさ。それが1ヶ月半前の出来事。この間がトリスタに現れた。あの時カレイジャスが来なければどうなっていたか。あれ以来父上たちの行方は分かりませんでしたが、なんとか青の鬼神の追撃を振り切ることができてな。帝国各地を密かに回りつつ、そなたたちを迎えるべく動いていた。私たちが合流したのはついこの間、学院長が密かに連絡を取ってこちらに送ってくれたの。学院長が。学院の方もやっぱり心配ね。そういえばミュラー少佐はどちらに？お兄様と一緒ではないんですか？ああ、彼の方は今別行動を取っていてね。第七機甲師団を率いて帝国西部で独自に動いている。君たちの元軍事教官であるナイトハルト少佐とも連携しているようだ。ナイトハルト教官が？そうでしたか、西部の方に。さすが第四機甲師団のエースだけあってしぶといわね。連絡があったとは聞いてたけど、ちょっと安心したかも。しかし西部といえば、四大名門ハイアームズ校の治める南のサザーラント州、そしてあの海援校が統治するラマール州のある場所です。伝え聞いた話では、そちらの戦況は東部よりも激しくなっているそうですが。正規軍の残存勢力もそれなりに残っているようだが、貴族連合の猛攻によって劣勢に追い込まれている状況だ。そしていくつかの町が戦火に巻き込まれ、かなりの被害が出ている。そこまで？けっ、噂には聞いてたが。主力である第四第三機甲師団が東部に追いやられている状況。貴族連合もその隙を狙って畳みかけるつもりのようですね。でも正規軍だって当然必死に抵抗するだろうしね。ちょっと読めないかな。西部の戦局は全く予断を許さぬと言えるであろう。さすがに僕たちも困ってしまっていてね。そこでだ、君たちに聞きたいんだが、未だ戦の炎が燃え広がり混迷を極めるこの帝国の地で、君たち7組や士官学院はこれからどうするつもりだい？あ、まさにその話をしている最中でしたが、それは。この内戦は帝国全体の問題。当然学生の身である自分たちに解決することなど叶いません。でも俺たちは実習を通じてこの国のままならない現状に何度もぶつかってきました。そんな俺たち7組なら現状を少しでも良くする手伝いができるのではないか、そんな風に思えてきました。リン君。苦労と決着をつけることやエリセを助け出すことも含めて、自分たちにはそれぞれ集まった理由があります。それらを成し遂げるためにもこの現状を良くしていきたい。たとえ内戦の状況がどんなに厳しくなったとしても、今自分たちに手伝えることは最大限の努力をもって成し遂げたい。それが自分たち7組の総意です。うん、そうだね。私たちも同じ気持ちです。それぞれ身分や立場の違いはありますけど。いや、だからこそ僕たちにしかできないことがあるはずだ。何よりこの帝国に存在する大切なものを守るためにも。そして
この内戦に自分なりの答えを見出すためにもな。うん、己の道を信じて進んでいくのみだろう。まあ結構大変っぽいけど、僕たちみんなが揃ってれば怖いものなんてないよね。あんたたち皆さんそれでこそ7組の皆様ですわ。7組だけではなく私たちも同じです。なんといってもトールズの士官学院生の座右の銘は世の礎たれですから。あ、入学式の時の獅子神皇帝の言葉か考えてみればそうであったな君たちがすごいのは自分たちでその結論にたどり着いたことだと思うよ。うん、誇っていいと思う。そして現在かなりの数の学院生が帝国各地に散っていますが、気持ちは皆同じだと思います。そうか、殿下。ああ、まさかここまでの答えが聞けるとは思わなかった。これで決まりだろう。御意。ならばそなたたちにこの冠を預けよう。赤き翼飛行巡洋艦カレイジャス。預けるとはそのままの意味だ。カレージャスの運用は今後そなたたちに一任する。現状を良くするためには足がかりは必要であろう。それは確かにそうですが、ですが子爵閣下や殿下たちはどうされるのですか。我々は艦を降りた上で帝国西部へ向かうつもりさ。その上で第七機甲師団や他の中立勢力と連携して活動を始めようと思っている。これ以上罪なき民草を戦火に巻き込まないためにもね。それを遂行するにあたってこの艦はいささか目立つのでな。そなたたちに預けた上で手なるほど、この上なく合理的ですね。これで東部と西部の双方に第三の風を吹かせられるなんつうかギルド顔負けの発想ですね君も含めて薫陶を受けているからね。そしてアルフィン。あ、はい。できたら君にはこの艦に残ってもらいたい。カレイジャスの所有者は父上でありアルノール王家、皇族の後ろ盾があれば彼らも動きやすいだろうからね。わかりましたわ。今後皆さんの活動の正当性は私が保証してみせます。エレボニア帝国公女アルフィン・ライゼ・アルノールの名にかけて。殿下。もったいないお言葉。これはもう腹をくくるしかあるまい。ああそうだな。飛行巡洋艦カレージャス、謹んでお預かりします。帝国東部のこと自分たちにお任せください。ああよろしく頼む。期待させてもらうよ。
そなたにはカレージャスの運用全般を任せる。艦長代理として皆を。よろしければこちらを。私の私物で失礼ですが、どうか役立ててくださいませ。私の方こそもっとご奉仕させていただきたかったですわ。どうかこれからも皆様と光照らす道を歩いてくださいませ。リーン様にもふさわしい場所がきっと見つかるはずですから。それとお嬢様のこともいろいろとお願いしますわね。それでは諸君、しばしのお別れだ。アルフィンも元気で、後のことはよろしく頼んだ。ええ、お兄様もどうかお気をつけて。ラウラも次に会える時を楽しみにしているぞ。はい、父上。やれやれ、行っちまったか。あいつらうまくやれますかね。女神のみぞ知る。で、獅子戦役の再現とも言われているこの内戦、願わくば若き彼らには。トールスの皆様ならきっと心配はいりませんわ。伊達に遊郭の獅子門を背負ってはいませんでしょう。ええ、そうですね。士官学院の先輩として私もしっかりしないと。それを言うなら私も同じ OB なんだが、まあ私はこの後も彼らと話す機会はありそうだが。そういえば最小殿もトールズの出身だったかな。はい。それを聞くととんでもないというか。オズボーン最小閣下。彼とはいろいろあったが、惜しい人物を亡くしたというのは偽らざる気持ちだ。遅まきながら。私はほとんど面識はなかったが、時代が生んだ傑物であったのは
間違いないだろう。ありがとうございます。しかし帝都が占領された状況じゃあんたも辛いだろうな。どこに弔われたのかとか情報は入ってるのかい？それが大尉？いかがした？実は奇妙な報告が入ってきていまして、あの日帝都が貴族連合に占領された折、この絵軍が閣下の遺体を確保したそうなのですが、いつの間にか遺体が消えてなくなったそうなのです。その革新派の勢力が奪還した可能性は？わかりません。情報局が独自に動いたのかもしれませんが。遺体の消失か。まるで獅子戦役直後に急逝した槍の聖女のようだな。はあ、やれやれ、どこまでも厄介というか大した御仁だ。死してなお周囲を翻弄してやまないとはね。Thank you.
Thank you.
よし、